今日の動画はカザフスタンってどんな国？パート3です。本当は2部構成だったんですけど、思いのほか私のおしゃべりが下手くそっていうのと、あと、意外と話したいことが結構あったっていうことで、まさかの3部構成となりました。パート2ではですね、カザフ人の、何でしたっけ、あ、カザフの気候と、カザフ人が遊牧民だったっていうことですね。あと、なぜかそこからオーナメントカザフの民族模様の話になって終わっちゃったんですが、今日はカザフの宗教のお話からしていこうと思います。パート1で、モスクの写真をちらっとお見せした時に言ったんですが、カザフ人はですね、イスラム教徒です。カザフに住む人口のほとんどがイスラム教徒になります。で、イスラムって聞くと、ちょっとなんか怖いイメージ、危ないようなイメージを持っている方もいるかもしれませんが、イスラム宗教、イスラムにも、たくさんの宗派があって、カザフ人はその中のスンニ派という宗派に属しています。で、ニュースとかで見るような、こう、テロを起こしている、イスラム教徒っていうのは、過激派と言われる、宗派の人たちで、他の宗派のイスラム教徒の人たちは、その過激派を同じイスラム教徒っていうふうには全く認めていません。なので、全く別のもの、別の、宗教団体というふうに思っていただいても、間違いじゃないのかなと私は思います。そしてもう一つは、イスラム教徒って聞くと、こう、飲酒ダメ、喫煙もダメ、あと豚肉食べちゃダメ、そして一日何回も礼拝するっていうような、こう、たくさん規制が、規律が、あるっていうイメージを持たれる方も多いと思うんですが、カザフスタンはですね、実際そこまで、生活を制限するような規律っていうのはなくて、他の信仰者、他の国のイスラム教徒に比べると結構緩めです。で、今ちょうどですね、ラマダンという断食月、断食する月っていうのが始まったばっかりなんです。で、そのラマダン自体もですね、カザフスタンでは、個々の意思に任せるという感じで、やりたい人はどうぞ、やりたくない人は別にやらなくていいですよっていうような感じなので、実際に私働いてる劇場、同じダンサー仲間でもいるんですよ、ラマダンを、している人たちは。でも毎年やっているかって言われたらそうじゃなくて、去年やんなかったから今年じゃやってみようかなとかっていうスタンスの人もいるし、気が向いたから今年やろうとかっていう人もいるし、もちろん毎年やってる人もいます。でも本当にダンサーの中で2人か3人ぐらいですね、毎年の人たちが、ラマダンを実行していて、あとの人は断食はしなくても、アルコールは控えておこうとか、本当にそれぞれの意思でこう制限をかけるかかけないかを決めていくっていうような感じです。ただ、さっき言った豚肉はカザフ人は食べません。宗教的に豚肉は食べ物ではないという、認識があります。なので、私がカザフスタンに来た当初、もう8年前ですね、は本当に豚肉って見なかったんですよ、全然。で、わざわざ市場に行かないと豚肉買えなくて、
で今も、普通のお肉屋さん、小さなお肉屋さんでは豚肉はないです。馬肉、牛肉、ラムと鶏肉が売っていて、豚はないんですが、大きいスーパーとかに行くと、パッケージにきちっと包装されて、包まれて、綺麗な豚肉を、買うことができるようになりました。ごくまれに、海外生活が長かった、カザフ人とかは、豚肉食べれるっていう人がたまにいます。そのぐらいですね。基本的に本当に豚肉は汚い食べ物っていう認識なので、ツアーに行ったりすると、やっぱり、外国は普通に豚肉出てきちゃうんで、すごい神経質にみんななって、なるべく牛肉を頼むように。何かわからないものはもう食べないですね。具合悪くなっちゃう子とかも結構いるんで、かなりその豚肉だけは神経質です。じゃあ何のお肉を食べているのかっていうと、まあさっき言った鶏牛はわかりますよね。あと羊、馬肉です。で、よくカザフの、主食は何なのって聞かれるんですけど、私が思うにお肉です。主食はお肉。とよく聞くのは、まあ、カザフスタンって昔のしきたりからで、その家庭にいる一番若い花嫁さんが家事全般をして、まあ、せせこせせこ働かなくちゃいけないんですね、お家の中で。で、もちろんお料理も花嫁さんが振る舞うんですが、食事にお肉出てないといい嫁とは言えないみたいな。そういうのを、聞いたことがあって、なので、本当に日本のように、こう、野菜中心の食生活みたいなのは、カザフではもう、ありえないです。必ずお肉が食卓に出てきます。では、伝統的なカザフ料理をご紹介しますね。カザフの伝統的な、お料理は、ビシュバルマクというお料理です。こちら。もうお肉がドカーンと乗ってるんですけど、これはですね、まず、お肉の塊と、腸詰め、こんなでっかい腸詰めを何時間も、3時間以上ですね、少なくて3時間、沖縄鍋で煮込みます。煮詰めて、お肉はだからラムか馬か牛肉ですね。で、ミックスする人とかもいます。基本的に馬肉が多分多いと思うんですけど、馬肉と、牛肉とか、いろいろミックスして、もうドカンと3時間4時間、こと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 、塩たっぷり入れて煮込むんです。で、その煮込み汁で、お肉一回取り出して、その煮込み汁で、次は、生地を、湯がいていきます。その生地は、普通に小麦粉と水で、こう、生地を作って、薄く伸ばしたものを包丁でこう、四角く、このぐらいの大きさ、大きすぎるか、このぐらいです。このぐらいの大きさ、2個切っていてですね、それを、スープ、お肉を煮込んだスープで湯がきます。あと、じゃがいもとか、じゃがいもを丸まんま、湯がいていきます。で、その湯がいたじゃがいもと生地をお皿に移して、で、お肉を全部食べやすい大きさに切って、生地の上に乗っけて、で、その上からですね、次は、またその煮込んだスープを使います。煮込んだスープを、お玉1個ぐらい、小さいフライパンに入れて、そこに玉ねぎを、千切りにした玉ねぎを入れるんですね。で、それを、塩コショウで炒めます。で、それが、スープみたいになるんですよ。味付け。もう、塩しか味付けないんで、玉ねぎを塩コショウで、炒めたものを、その上に、わらわらわらっと、かけて、で、出すのがこの、ビシュパルマクというお料理です。調味料は、塩とコショウだけです。皆さん、味、なんとなく、想像できましたか？そう。で、この、ビシュパルマークですね。は、名前の由来が、5本の指という、ビシュが、確か、カザフスタン語で、5っていう意味なんですよ。
なんでバルマークが多分指なんでしょうね。で、なんで5本の指かっていうと、昔こう素手でこうやって食べてたんですよ。食べてたらしいんです。なのでこうベシュパルマーク5本の指っていう風になったらしいんですけど、実際は私は何回もいただいたことがあって、周りの人で素手で食べてる人は見たことないので、多分まあおじいちゃんとかおばあちゃんとかこう年配の方たちは昔の名残でそのまま素手で食べたりとかするんだと思うんですけど、今の人たちはこうフォークを使って、お皿に盛って食べています。で、このメシュパルマークはお隣の国キルギスタンという国でも、食べられている料理で、まあ、郷土料理ですよね。で、冠婚葬祭とか、あとお客様をもてなす時には必ずこのメシュパルマークが出てきます。あとは、マンティと呼ばれる蒸し餃子のようなものとか、ラグマンって言われる うどんみたいな小麦粉で練ったうどんのような麺をお肉と野菜とスパイスで煮込んだスープでいただくもの、そしてあとプロフっていう、それもお肉と野菜とスパイスで、これはお米を炊き上げて、いただくお料理があるんですが、これらはですね、全部中央アジアって全般的に食べられているもので、発祥がウズベキスタンと言われてるんですね。なので、本当に普通に食卓に並ぶものなので、カザフ料理って思われがちなんですが、実際はこう中央アジアの料理なので、カザフの郷土料理とは言えないんですよね。なので本当にカザフ料理といったらベシュパルマークしかないです。で、まあさっきも言ったんですが、冠婚葬祭とか来客の時とか何か催し物があったりすると必ずベシュパルマークが出てくるんですが、基本的にそういうお祝いの時ってもう前菜から前菜サラダでメインディッシュとかってなるんですけど、もう全部お肉入ってるんですよ。なのでやっぱりこうそこまでお肉慣れしてない日本人、私もステーキとか焼肉とか大好きですけど、そんなたくさんお肉って食べないので、やっぱり胃もたれとかかなり重たいですね。で、今はその、まあ、外出禁止令が出てるので外に出れないですけど、そのうちねコロナが収束して、自由に外にまた今までのように、外出できるってなった時には、市場とかに行ってこうお肉を買ってきて、ベシュパルマーク作ってみたとかっていう動画も、作ってみようかなと思います。まあ興味あるか分かりませんが、あとお肉の他には小麦粉もすごく料理に使われていて、バウルサークっていう揚げパンのようなものとか、シェルペーキっていう、それも小麦粉と卵も入ってるかな、お水とで練ってこう平たくしてですね、おせんべいみたいに平たく丸くしたものを油で揚げたものがシェルペーキと言います。あともう一つ何だったかな、ナン、こんなまん丸の、あ、写真出てますよね、ナンとかも小麦から作るので、そういうパン生地パン系のものもあって、それは毎食出てきます。毎食とか、お茶の時とかに食卓に並ぶものですね。あとは食文化で言うと、乳を使った乳製品が多いです。羊とかラクダとかの乳を使ったもう独特な乳製品が結構あります。で、クルトっていう乳製品の食品
食べ物があるんですけど、これはサワークリームをこうやって圧縮して、もうしょっぱくなるまで乾燥させたものなんですね。で、体にもいいって言われてて、妊婦さんとかはもうカルシウムがすっごくもうギュッと詰まっているものらしいので、妊婦さんにすごくいいって言われてます。で、普段もビールのおつまみにすごく合うって言って、食べてる人も結構います。本当に塩辛い飴玉とも違うんですけど、私は結構もう慣れてですね、このしょっぱさが何とも言えなくて、食べたりします、普通に。あとは、シュバットやクモスっていうラクダとか馬の乳を発酵させて作った飲み物なんですけど、もう発酵しきっちゃってるんで、アルコールになります。ほぼお酒ですね。体にいいお酒として飲まれていて、私も何度か試したことがあるんですよ。で、馬の乳の方がクムスって言うんですけど、クムスの方は割と大丈夫でした。それこそさっき言ったクルトっていうそのサワークリーム圧縮したものの飲み物版みたいな感じなんですけど、ラクダの乳から作るお酒のシュバットはもう全然、ここまでやっただけでうーってなっちゃうぐらい、獣臭がやっぱりすごいですね。なので飲めなかったです。こんな感じですね、食べ物は。カザフ人はお客さんが来るときにこのテーブルいっぱいにもうありったけの食べ物を出しておもてなしするんですよ。今言ったお肉料理、まあビシュパルマークですね、とあとパン類、そしてまあそのクルトとか乳製品も、他にもいろんな種類があるんですけど、その乳製品も並べたりします。あとはドライフルーツとかも食卓に出てきます。で、テーブルいっぱいに並べるのがこうなんていうんですか、ステータスというか、食料が多ければ多いほどいいみたいで、なのでこう座ったって食卓に着いた時に自分のお皿と飲み物とかがもう置けない、場所がないっていうぐらい、こうたくさんの食べ物を並べておもてなしをするっていうのがカザフ人のおもてなしスタイルです。基本的に、来客は、突然です。アポなしで来ることが今でも多いみたいです。なのでその家庭の花嫁さんがもう毎日お家も綺麗にして、食べ物もたくさん作っといて、いつ誰が来てもいいようにっていう状態を、せっせこせっせこ働いて、準備しておくわけなんです。で、その習慣は今でもしっかりと残っていて、私自身もこっちに行って友達の家に遊びに行くことがよくあるんですけど、もういつ行ってもどの時間帯に行っても必ずご飯とお茶と出しておもてなししてくれるんです。家に着いたら、まあ、挨拶してああだこうだって喋ってるうちにご飯が出てきて、で普通に食べて美味しかったありがとうって言ってではみたいな感じなんですよ、本当に。それで去年はですね、私のこっちの仲良しのダンサー友達が2人とも産休に入っちゃってたんですよ。それで入っちゃってたっていうか、めでたいことなので産休で、お家にずっといたんですけど、私はまあ仕事をして、でお昼休みに友達の家行ってご飯食べさせてもらって、で、まあ、おしゃべりをして、でそこから、夜のリハーサルに劇場に戻るみたいな、そんな風に、過ごしていました。で、聖火ってそんなずうずうしい人なんだなって思った方もいらっしゃると思うんですけど、本当にこれはお互い様のことで、カザフでは全然 OK なんですね。正直そのカザフに来たての頃は、私もそのあれかして
これやってとか、今来てとか、なんかそういう結構プライベートなところまで入り込んだ頼み事とか、そういうことでしょっちゅうなので、なんてずうずうしい人たちなんだろうっていうふうに本当に正直思っていたんです。で、結構長いこと慣れることができませんでした。でも結局こうやって異国の地で生活していくことによって、まあもちろん大変なこととか苦労すること不便なことってたくさんあるんですね。で、そういう時も周りの人がもう嫌な顔を一つせずにこう手を貸してくれるんですよ、カザフの人って。で、もともと私は人に頼み事をするとかっていうことがあんまり好きじゃなくて、自分でやった方が少し大変なことだとしても気が楽だしなっていうタイプなんですね。で、結構日本人ってそういう人って多いんじゃないかなと思うんですけど、こっちで生活していた時にいると、こうなんて言ってくれなかったのとか、知ってたら手伝いに行ったのに、で次言ってよとか、本当にすごく軽くそういうことを周りの人が言ってくれるんですね。で、その時に、あ、そうなんだ、頼んでよかったんだとかって思うようになって、で実際に本当にそのお願いをした時って、めんどくさいなって顔する人一人もいないんです。なかったら、あ、いいよいいよって本当に軽く OK してくれて手伝ってくれるっていう人たちなんですよね。なので、その自給自足でその遊牧民生活をしていた名残なのかわかんないですけど、その助け合い精神みたいなのがすごく強い国民だなっていうのはもう今でも感じています。こんな感じで本当にカザフ人の人柄にはすごく助けられていて、こういい意味でずうずうしくなるっていうことを学んでですね、その今では、お昼休みに友達の家にお昼ご飯を食べに行くっていう技を、身につけることもできました。で、もちろん私も私自身もその何か手伝えることがあるんだったらいつでもウェルカムだよっていうスタンスでいるようには心がけています。日本ではやっぱりちょっとその辺のずうずうしさは少しっていうか、まあ、ちゃんと封印して謙虚にいられるようにしています。はい、こんな感じでカザフスタンってどんなとこ、パート3はいかがでしたでしょうか。パート1から、カザフスタンのいろいろな面を、知っていただけたんじゃないかなと思います。さっきも言ったんですが、外出できるようになったら、劇場で仕事ができるようになったらですね、今回はこうやって私がこう話して紹介するだけだったんですけど、実際にどこかに行ったりとかして、カザフスタンの街を、アスタナの街をですね、こうご紹介できたらいいなと思います。あとは、ダンサー仲間にも出てほしいですね。私の友達はみんな優しくて可愛い子たちばかりなので、そんなダンサーの友達をこう巻き込んで何か、動画面白いことできたらいいなというふうにも思っています。最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。動画楽しかったよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンの方よろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録してください。それでは、今日はこの辺で、ではまた。